ティグラダムテンションです。今回はクイーンウォーカーズベース、エグザルトマイトでいいのかなというクランになっております。こちら対戦相手がですね、もともとトンピナエンパイアとかでね、出てたメチオだったり、エルタノだったりとか、引退してしまったね、チーム結束のエースだったマイコロ DP っていうのがね、タウンホール15になって復帰したんですよ。そのね、南米のね、そういう有名な選手たちの集まりのね、クランになってます。まあ、南米系の、新勢力って感じかな。というわけで早速やっていきましょう。はい、というわけで早速やっていきましょう。先行クイーンウォーカーズの方からスーパーボーラーガクですね。ロケバル2体入ってますね。どっち投げんのかな？チューター、生かすために迫撃切りとかなのかな？来ましたね。チューター型。ホグライダー投げていって、これはターンインを選択するってことですかね。ヒールが1枚あるので、タウンホール直撃で行くのかな、これは。さあ、ロケバルを、ああ、なるほど。ポイズンタワーを先に解除するようなロケバル投げ込んできましたね。そしてその隙に通常のウォールブレーカーを投げ込んでいって、罠解除、罠解除っていうか穴開けをしていって、ここでアイゴレス、いいですね。なるほど、なるほど。面白い。しかもこの辺空穴も見えてますからね。タウンホールもフリーズで入りつつ、まあ、この辺ターンインするから、ヒールを持ってきてるって形ですかね。あんまりタウンホールの方からゴリゴリに突っ込んでいくスーパーボーラー編成ってね、珍しいんですけど。さあ、ここはタウンポイズンを受けながらのアイゴレの処理になりますが、ここに対してヒール打っていくんじゃないかなと思うんですが、さあ、一旦はそうですね、ここフリーズからのヒールかけて、タウンポイズンを実質無効化してるような感じなんですが、モノリスがやばすぎても、凍ってる間に2体打ち抜かれましたね。中心しっかり通っていって、これがやりたいからこそのスーパーボーラーをタウンインしたって形になると思うんですが、さあ、ロイヤルチャンピオン逆サイドの投石を降りつつ、こっちの、あー、もうクイーンも届きましたね。シューターもいるんですが、さあ、奥の方へ進めていって、微妙だな、どうだこれは。さあ、これスーパーボーラーがここで全て溶けていく。レイジに乗ったクロスボウ、そしてクイーンが最終区画の方には向かってくれない。ラストにヒーロー4体いるのがなかなかしんどいですかね。面白いプランではあったんですが、いろんなね、テクニックはあったんですけど、最終区画がめちゃめちゃ重かったですね。援軍がアイゴレ以外だったら、もしかしたらね、もっとスムーズに進めたかもしれないんですけど、アイスゴーレム3回凍って、その隙にね、2体が、モノリスに打ち続けられていたので、最終区画へのアンサーっていうのは、これクイーンたち、スーパーボーラーでここ届かないと、まあ、ヒーローたくさんいるんでね、ロイちゃんだけで突破するには厳しいし、逆サイもシューターだけじゃ厳しいので、まあ、最終区画はね、ここ、真ん中が突き破って届かないといけないプランだったんですけど、まあ、そこの方がね、ちょっと無理だったと。結構ね、中心赤枠も、多いっすからね。そこに対してヒーラーが結構引かれてしまってっていうのもありましたかね。マルチとかもちょいちょいあったし。ただね、面白い解除のテクニックとかいろいろ見えたですね。だね。さあ、対戦相手フェット。こちらはあれですね。SG トリステラっていう去年タウンホール14まで混じったね。タウンホール14までね、日本クラン活動してたんですけど、解散になっちゃったんですけど、まあ、そこに所属してた外国人の人ですね。もともとはチームケソでね、一番最初の世界大会出てた人なんですけど、まあ南米系の、こういうね、アクティブな、なんだろう、この辺のプレイヤーは、まあ一緒にやってるって感じですかね。まあ、復帰って形が近いのかな。マイコー DP とメチオとエルタノと、ディエゴって人ですね。ここスケルトンの呪文も使いつつ、高火力なね、単体のところぶち込んでいって、さあ、ここはシングル捕まったので一旦フリーズ。逆サイドタウン、ポイズンタワー投げられてますね。スケルトンによってこれはクイーンの方も触れつつ、ロイヤルチャンピオンすかさず登場、ウォールブレーカー2枚目。さあ、間に合うか、穴開きは先に間に合っていって取れることない。すごいですね。タウンスーサイドしっかり決めていって、うまい。6-1天才なんですけど、インビジブルまで使って逆サイの投石までこれ目に行く。おえー。
まあ、アイゴレがね、結構防衛援軍として今流行ってはいるので、逆にこの援軍を無視するような形は強いですね。そして逆サイド、フェニックスキングで対空砲まで折れましたね。3時にボーマー差し込みつつ、すごい。ヒーローペットに、ビギーユニコーンが繰り出されている。さあ、ラバルパートスタート。対空砲はもうすでに折れたので、中心の方へバルーンを進めていって最後マルチが残ってるって感じですね。さあここでトームかけつつ、ヒーローがね結構初めロイヤルチャンピオン初めにやるので、こいつを処理するようなストライカートーム間に合いましたね。さあボマーが残ってる状況。さあポイズンタワーのポイズンを拾いに行きますが、ちょっと外れ、こっちですね。そうですね、こういうとこもねしっかりね解除できるようなバルーンとかもね今後できていかなきゃいけないんですが、まあ狙ってたけどちょっと間に合わなかったって感じですかね。さあこれは1本目からいい全開ですね。結構フェットってこういうアタック多かった印象ですね。タウンホール14は昔はねクイラバばっかやってた人なんですけど、14ぐらいからもうスーサイドラバルめちゃくちゃやるようになって、比較的なんだろう、純正も多かったし、こういう削りするの多いなって、なんかフェットらしい全開だなと思いましたね。さあ星さんもこれは天才ラバルになりますかね。モノリスマルチとかここら辺ラバルで見るなら強そうだし、こっちもめちゃくちゃ強そうだよね。シングル対地モノリスレアスイーパー、呪文タワーも絡んできたりするので、まあほぼここらのどっちかに打ってくるんじゃないかなと思うんですが、さあどっこ来る、クエイクから、うん、マルチ来ましたね。マルチと呪文タワーを使って、折るようなライトニング打ってきました。お、すごい巨爆。めちゃめちゃ外周、おお、すごい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 。巨爆だらけだ。あー、陸穴エグ。なんだこれ、陸助だらけだ。タウンホール15でこんなになんだろう、初見殺しみたいな罠固めてる人あんまいないですけどね。そんなことしなくても、おお、巨爆、ちょっとやば。何目的？シューター？ああ、ホーミングヒット。なんだこれ？何狙ってんだ？剣とかじゃないと思うし。まあ、兵器狙いたい形っすよね。ただ、普通にこれは、ウォールブレーカーの方先出ししたことによって、リクスケ釣れたのもあって、クイーンの方も安全にタウンまではいけそう。4本目のリクスケ出ましたね、これ。さらバルパートスタートしていきます。面で出しつつ、おでんをつけて。ここにボマー投げる準備ですかね。ホーミングがもうすごいですね、外周分まで。さあ、ボマー投げつつ、ここはトーム。ポイズンターンのね、攻撃も受けてるんでね。ここはトームかけていかなきゃいけない部分、しっかり中心まで届きつつ、マルチの方、投石の方にフリーズ。クイーンの処理は終わりましたね。さあ逆サイドからラバ展開。ホーミングがねほぼ外周に置かれてるっぽいので、ラバがしっかりタンクできてますね。赤枠は中心にもありつつ、ただボマーがもうこれホーミング拾わないのでめちゃくちゃ強いぞ。外周ホーミングとかでね、なんだ、木を照らった置き方をすると、こうやってそこに来なかった時にめちゃめちゃ伸びますね。さあ最終的にはボマーが最後まで生き残る展開も作りつつ、圧倒的全開。この激しい罠はね、リクパートさえ決まっちゃえばもう勝ち確みたいなところがある罠だったんですが、しっかりかわせましたね。まあ多分天才がめちゃくちゃ美味しいので、それを意図的にやってなんか誘ってたっぽいんだけど、何が誘いなのかちょっと分かんなかったっすね。さあエルタの、こちらもねスーサイドラバルが多かった人ですね。同じく SG トリステラに入ってました？違うわ、途中で追加されたんだ最後で。もともとはね、あれだ、コンピ内だね。ヒロヤさんの代わりに最終予選入った形になってましたかね。さあロイヤルチャンピオンブーメランぶっ飛ばしていきつつ、援軍出てきたぞ。
さあこれ面白いですね。アイゴレプラスストライカーっていうところで、まあアイゴレだけじゃなくてストライカーも入れることでこういうところロイヤルチャンピオン倒しつつ、さあストライカー漏れたぞ。クイーンに一発入れてくれましたが、まあまあまあというところ。さらにアイゴレの遅延もある。さあ逆サイドの方に一体だけ連れてるところもありますね。キングの方でこれはロイヤルチャンピオンの処理までね見てると思うんですけど、すごいね、うまいね。ダウンホールの方もしっかりインビジブルタワーね、ここフリーズしないと、このあれでね、このインビジブルが1個あるだけでこのフリーズ1枚咲かせられるっていうのがね、他の呪文タワーではないですからね。これマルチの方にボマー刺しつつ、ダブルパート、逆サイマルチ側からスタート。ポイズンも入ってるので、あ、フリーズをかけてしっかりケアしていく。後追いのラバストライ、うー、やばく、ナイストーム。やばく見えていいと思いましたね、これは。さあ、どうだ、ただ。9時にヘイストかけつつ、お、スーパードラゴン出てきた。やば、モノリスが強い。めちゃくちゃ強い、モノリスが。こういう HP 高いユニットに対してはめっちゃ強いですね。ただこのヒールがマジで刺さってる。後出しの、ここのね、ラバタゲも強いですね。ヘイストに乗って透析機潜り込んでいきまして、さあ、モノリスいるんですけど、さすがに数が多いと、苦しいか？アーカバック解除されていく。さあ、インビジブルはね、インビジブルタワー残ってるんですけど、ここは一旦フリーズでラストフリーズ打っていく。さあ赤バック残ってた、ここにも、さすがにモノリス、おー、赤バック、おー、強い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 が、逆にバルーンたちもインビジブルに入っていってしまう。トルネードでこれは安全圏に入っちゃいましたね。まあどっちにしろこの数だと押せなかったですね。赤バックがうまい感じにね、最終バルーンにも当たるような感じだったら守れたかもしれないですが、ちょっと形崩れてたんですが、これはヒールの採用がうまく強かったですね。さあ、カズマくん、クイヒードラゴン、天才ですね。リターンが入っ、あ、リコール？ん？どっちだっけ？英語。リコールだっけ？日本語がリターンか。さあ、バーバリアンからの、これスーパーバーバリアンさせてうまいですね。これ一体だけね、バーバリアンにタンクさせることでね、スーパーバーバリアンが、タンクしてもらったおかげで仕事ができると。実質6枠なんですけど、まあそれで大砲1個がカットできるっていうところでバルーンよりも得。まあ対戦じゃないとね、スーパーバーバリアンなんて使う機会ないと思うんですが。さあ、インビジブルちょっと逆サイド入っちゃうのが怖かったんですかね。まあ一応誘導はできてたんですが、まあ危険な匂いがしてやめた感じですかね。タウンホールの方にこれは誘導して、タウンだけ壊して回収するって流れになると思います。まあ基本この裏までおるんじゃないかなと思うんだけど、クエクユラシーの、うん、寝やすいポイズンタワー、この天才強いですね。今の種類って6-1だから、おーい、逆再展開、ヒーラーから撃たれている、これはちょっと痛い。ここも同じように、ババからのスーパーバーバリアンで大砲カット狙っていって間に合っていく。ヒーラーは、間に合わない。いって死んでしまった。さあ、ボマーからのロケバル。バナチェックのロケバルとかも刺しつつ。なんかこれは目的あるロケバルなんですかね。さあ、クイヒーの方がね、当然呪文も結構少なくなってんで、天才とリターンの呪文使ってるので、キングでサポート。これが強いですね。タイチクロスのタゲをしっかりキングの方で拾いつつ。フロークもね、早めにパンと打ってあげて。さあ、しっかりここ中心までトーム貯めてるところが偉い。ここまだ打たないんじゃないかな。バルーン奥まで届いたし。さあ、ここでトーム。バルーン生きてるうちに打ちましたね、ここ。さあ、フィストも使いの。いやー、これ強いな。さあ、フリーズかけて中心部。レイジがまだ1枚残ってるところ。ドラゴンの量がえぐい。さあ、ロイヤルチャンピオン逆から刺しつつ、裏にしっかりバルーン残してるのも偉いですね。ロイヤルチャンピオンのためのバルーンも残しつつ。さあ、広がったライダー。6時は残っていきますが、それでも。さあ、レイジが1枚残っていって、
ロイヤルチャンピオン投石間に合っていって、ここディギーフロスティ両方の衰弱能力が入っていく。いやこれ強いな。レイジも結局余らせる。呪文結構ね使ってますからね。クイヒの誘導にもインビジブル1枚使ってるんで、ほぼ呪文が使われてないアタックになりますが、うまい。使われてないっていうのはね、クイヒとか、クイヒでクイヒに呪文打ってないっていう感じだよね。リコールぐらい。すごいな。さあ、6、1天才のエレクトロタイタン型。まあ、これもね、他の動画でも上げたことありますが。さあ、カドテスラ。キーンと。これは最悪ですね。やらかしましたね、普通に。な、一番大事なとこ。もうなんか、キラーすら出さないという。これはシューターでタウンホールケアするようなプランになりますね。天才しつつ、クエイクで揺らしたことでって感じですか。対空まで切ってここ通していく形になるのかな。さあ、ボーラーでウィズドンの方ケア。打っていきます。うまい。確かにこれはめっちゃ美味しいカットだな。エレクトロタイタンサイドカット用のものと本体入れていきつつ、まあ、ネクロも置いて、これは普通に穴開けキングのためにしていく形になりそうですかね。フリーズかけて穴が間に合っていく。さあ援軍はロケバルラバー、中心部にもウォールブレーカー。ジャンプとかではなくてね、レイジ2枚積みたいっていうところで、これは強気のウォールブレーカー穴開けです。タウンホールの方にシュート入っています。エレクトロタイタンがなかなか、やっぱりこれトームがないのがきっついですね。エレクトロタイタンはここで全て落ちていって、中心レイジ置かないとクイーン、インビジブルかなんか、クイーン落ちる。苦しいな。シンプルトームがないのがめちゃくちゃ苦しいですかね。この辺でトームが入ってればもうちょいさすがにタンクしてもらって伸びてたんじゃないかなと思うんですが、ただねそれ乗り越えてもね、逆サイドにまた3ヒーロー固まってるってところですね。最初のねスーパーボーラーの時もそうだったけど、自利品なユニットたちで最後のヒーローたち処理しなきゃいけないっていうのがね、想像より以上にきついですから。ただロイヤルチャンピオンとクイの方は結構シューターの燃焼ダメージでクイの方はかなり HP 落ちてましたね。あ、立ち札。あーでもこれホーム打ったら押せてそうではワンチャンあったかもしれないぐらいかな。うん、 80%。 さあ LP、 こちらもリターンが入った形のクイヒーだ。まあ、リターン使われるのはもう基本クイヒーにはなってきそうなところはありますが、クイヒーホグですね。アイゴレから来た。アイゴレスニゴブ。いろんなとこにカットユニットが登場してる。さあ、イーゴレ、いいアイゴレ入りつつ、スニゴブもしっかり凍結中に削ってくれましたね。もう一個。ヒーラーを、1、2、3。2体で止めていく。さあ逆サイクルっといくんだこれは。おお。まあ狙ってたとこには入ったんじゃないかなと思うんですけど、あ、回収するんだ。逆サイドからヒーラー足しつつクイーンが出てきました。クイーンまでいかないんですねこれ。なるほど。飛んでもってタウントツ、ポイズンも受けちゃいますが、まあ、ゴブリンの数が多ければこれ間に合うので、タウンホールの方は届きましたね。ギリギリでしたね。これが限界のラインな気がする。さあ、ここレイジ置きつつ、入り込んでいく。インビジブルが欲しいところでしたね、これは。割と絶望的な当たり方をしていって、この後ラバと当たるね。
ザ・マルチに当たっていくロケバルもどんどん逸れていって、もう一度フリーズでヒーラーを守りたい。ザ・ポイズンは若干ね、表にしかかかってないので、マルチはなんとか折れたんですが、ザ・キング展開しつつ、これでヒーラー全滅されましたね。ちょっと、いろんなものが恨めった形にはなりますが、サホグを出しつつ展開していきます。ストライカーの方もしっかりクイーンの方には刺さってうまいですね。すべて出すんじゃなくてちょっとずつ出しつつ、リガーも中心送ってきた。さあレイジからのここでトーム、まだかけない。ストライカー届かせていってギリギリまで貯めてのここでのトーム。さあうまいよタイミング。ただ、クイヒで多分ね、3から6時全部クイヒで見てるプランだったと思うので、で、残しておいた9時をサージカルホグで投げつつって形なんですが、テスラの登場によってちょっと崩されかけてますが、おお、ホグ、打ち勝っていく。さあ、時間の方もかなり少ないんですが、ロイヤルチャンピオンブーメランからの、確かにクイヒが、ここ生き残ってればって感じだったかな。時間切れでの 82%。 面白いですね。なんかタウンホール取るまで行くような気がしますけど、普通の人はどうなんだろうね。呪文2枠使ってでもタウン前の施設を削っておきたかったみたいな感じだもんね。いきなりタウン突とかじゃなくて、そうするとタウンサイドの防衛施設が残っちゃって、ホグのルートがあんまり綺麗じゃないからってことなのかな。ダメージを。こちらもトンピナインエンパイアでやってましたね、ずっと。クイラバ。12時サイドからの。コンピナイっぽい食い日ですね。逆祭多いからな。リゴとかもね、とりあえず逆祭食い日ドッカンだったもんね。さあこれインブ使ってタウンまで食い日誘導見てる感じかな、逆サイドから。さあストライカー出していってタイミングどうだ。ちょっと早かったか。ただ一発入らないのでフリーズですね。逆サイロイちゃん差し込んでいく。ここは呪文何か必要じゃない？フリーズ欲しかった臭いけど、ちょっと遅かったですね、だいぶ。そしてクイーンもちょっと、インビジブル使っていって、マルチまでは追ってほしいというところ、しっかり折れました。そして綺麗にクイーンが内側入ったね、これ。さあ、ポイズン置きつつ、フリーズは多分タウンホール起動してると勘違いしたか、先に打てる、と思ったのか。さあマルチにバルーンは投げていきましたが、これはボマー追加。迫撃に座れてましたね。ああ、ただ迫撃しっかり綺麗に入れました。うまい。さあ逆サイドラバル展開を行っていきます。ここで初手トーム、ラバ生きてるうちに初手トームしてきましたね。さあラストレイジはこっちに打っていって、ラバルを通していきます。さあターンホールはようやく落とせまして、ただちょっとモノリスの方が突破ができなそうか。いい食い火はねできてたんですけど、ちょっとずつおでんの方も行かれる。あー、フリーズ打ちますが間に合わない。クロークもかぶっていく。ちょっと呪文のタイミングかな。プラン的にはね、なんかうまくやればいけそうな気もするんですけど、呪文のタイミングが一個ずつ遅かったりするので、厳しかったですね。惜しい。うまいアタックでしたが。87で終わるか、8までいくか、7ですね。さあ、クイーンオーカーズラストアタック、クラウスですね。これも、スケルトンインビジブルだね。インブが3枚しかない形。スケルトンが2枚と。どっちに来るかな。下っぽいけど。あ、シングルだった。
シングルクランジョーリですね。一瞬、一瞬、危なかったね。ニョキッとした今。OK。さあ、なんとか。成功してます。さあ、ゴーレム盾のクイーン展開。まあ、第一クロスにはね、ゴーレム強いって、前にも言ったことあるんですけど。タンク仕掛けしてもらって、キングの民のサイドカットも事前にやって、テスラ折りのバルーン。ここしっかりアイゴ、ゴーレムにタンクしてもらってるんですが、どうだ、一旦フリーズ。おドリル来た。ドリル、これ右流しプランなのか、どういうプランだったんだ。さあタウンホールの方が、おお、ディギーとバトルドリル両方入りましたね。面白いドリル展開。これイーグル狙ってたんか、この辺で。まあ適当にこの辺入っちまえっていう形か。まあ、残念ながらドリルはタウンホールの方に吸い寄せられてしまったんですが。そしてヒール採用ですね、これ。さあストライカーかけつつ、ここでトーム。いいトーム。バルーンだいぶ張りましたね、これ。最終盤にこれマルチが2つあるってところでのヒール採用になってると思うんですが、ちょっと手前に置いてきましたね。ヘイスト走らせてカオスになっている。さあラストヘイスト置きつつ置いていって、ラバがしっかりターゲット取ってる。すごいトルネードだなこれ。突撃艦あんま投げん。ツイズ狙いなのかこれ。ツイズっぽいなこれ。おお。さあこれはどうだ。さあバルーン1体追加しつつ、ライダーが HP レッドゲージ。わあ、えらい。オウルがここでタゲを取っていく。さあこれどうだ。おでんからこれは打っていって、おー、いかれたな。ただ、アーチャータワー倒せたから、これ数で押せるのか？さあ、おでんぞうだけだと、この数が、うぞうむぞう。強い。押せましたね。フリーズがね、ラバルパートゼロで、トームしかね、実質、無効化できるものはなかったんですけど、トームのタイミングとヒールで全てカバーしていった形になりますね。リカバリーでの全開。ドリル採用も面白かったですね。さあラストアタック、マイコー DP。 エレクトロタイタン編成ですね。天才とかは特になく、さあホグライダー投げ込んでテスラに当たるようなシューターが出せています。さあスニゴブ下置きつつ、イエティからのクイヒート。もともとこの人もね、クイヒーが結構多い人だったんですけど、クイラバがね多くて、南米で一番クイラバが上手い人って昔は有名でしたが、タンホール13とかかなとかから結構陸編成だったりドラゴン編成とかいろんなユニット使うようになってましたね。さあこれはシューターと同じサイドに合流するような形。おお、キングにラッシーつけとる。でロイヤルチャンピオンにフェニックスと、これ1マスのところから綺麗にタウンホールの方に誘導させていきつつっていうプランだとは思うんですが、さあポイズンだらけだ。結構苦しそうだったので、もう早めにこれはトーム打ってきましたね。でフィストの方で一瞬でタウンホールを爆破させつつ、ヒールからのレイジ、すごい。もうめっちゃカオス。さあタウンポイズン受けてるんですが、ヒールでなんとか頑張るところ。そしてヒーラーも追いついてはいるので、数で押せるか。さあようやくラバ処理ができまして、オーラダメージでなんとか突破できましたが、スケルトン置いてるけど結局ターゲットはエレクトロタイタンだった。さあこうなるとロイちゃんだけで削らなきゃいけないところが多すぎるか。さあクイーンにポイズン置いたんですが、クイーンの方は上に興味を示していく。ロイちゃん下からですねこれ。
このままクイーンは上行きそうですね。さあクロークシングルまで降りつつ、ロイちゃんちょっと早い気もするけど、さあストライカー2枚採用、これはクイーンの方はロイヤルチャンピオンの方でなんとか落とせましたね。落とせました。さあここフェニックスモードロイヤルチャンピオン、まあ、これがあるから早めにここまで伸びるでしょってことで使ってるとは思うんですが、上のサポートがね足りなくなった分クイーンとお電話落ちましたね。ポイズもねちょっともったいない使い方しちゃったのがね痛かったですね。とはいえかなり伸びてはいる。うん、さあ折れましたが、あとちょっと何かがあれば前回まで伸ばせそうな雰囲気もあったようなアタックですね。中心部のねこういう回路地に思いっきり突っ込んでたんで、タウンホール真ん中の配置に火力がめちゃくちゃ高くなって、ヒールとかねトームとかいろいろフリーズとかスケルトンとかめちゃくちゃ使ったにもかかわらず中心溶けちゃったと。これが15の火力ということで終わりまして、クイーンワーカーズベースエグザルトマイト13対12勝利と。久々にね対戦相手も、まあ、久々っていうか最近やっぱ大会勝ち上がってくるにつれて対戦相手もねいいアタックする人、有名な人がね増えてきましたね。今回はリターンの呪文を使ってる人がね2人いて、まあ、カズマくんの方は全開になってるんですけど、すごいねあんまり対戦で使われることがあったので参考になりますね。うまい天才クイヒードラゴンでね、クイヒールートがあんまり火力のないところだと結構再現性高い使い方かつ、今みたいなのは結構通路が多かった、通路っていうかでかいスペースだったんで、クイーンに対する穴開けが必要ないっていうのもねクイヒー差し込みやすい理由の一つになってたかなと思います。というわけでね今回はこんな感じで終わろうと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。